ができるのか。それでは参りましょう。福岡第一高等学校 A チーム VS 暁の試合です。波動ファイト。さあ、福岡が両アタッカーのスピードが4ですね。そうですね、432と423ですね。さあスピードを、マックスの5ではなく4、1つ落として、その代わりにサイズに当ててるプレイヤーないし、はい、チャージに当ててるプレイヤー、先に先制したのは福岡第一です。さあまずは1点のリード。そうですね、暁としては1枚の翔太選手は取り切りたいですが、深追いしすぎてしまうと時間が流れてしまいますね。サヤ選手いいフォローでしたね、ライフ1枚の翔太選手に。そうですね、サヤ選手の壁がすべて多分この後翔太選手側に来ると思うので、そこで翔太選手が避けきれれば福岡としては有利になります。さあ暁は全員がライフ1枚、ここを同時に落としてきました。そうですね、同時系は非常に大きいです。さあ3対0とリードを広げている。さあここで詰めてくる。残り福岡第一としては1枚あるので、ね、壁がこれをうまく使いたいです。さあ3点差、残り10秒、暁詰め切れるか。さあ両アタッカーがライフ1枚、さらに追加点。さあ残り3秒、さらに取ってくる。6対1で福岡第一高等学校 A チームの勝利です。おめでとうございます。